はいどうも皆さんこんにちは、ナタです。というわけで今回も戦国無双真田丸の実況動画やっていきたいと思います。前回動画の続きになっているので、これまでの動画は再生リストの方に残っているので、そちらの方も合わせてチェックしてみてください。じゃあね、早速やっていきましょう。さあ今回はね、小田原征伐の副戦場にあたる伊豆上陸戦行きます。お、そかで行くか。誠実にな。じゃあご招集ね。向こうに行きます。あれが伊豆ね。なかなか景色のいいところじゃない。はい、複雑な入り江を生かした天然の要害です。心してかからねばなりません。もうまたそんな無粋な話をして。我らは戦に来たのだ、無粋も何もあるか。ほんとつまんない坊やたち。いいわ、さっさと終わらせましょう。ずっと潮風に当たられて髪がベタベタ。早く湯に浸かりたいわ。上等。あの方々もやる気を出してくれたのならいいのですが。当てになるものか。平坦を担う重要な役目だというのに。みんな承知していますよ。小田原に物資を運ぶべく早々に占拠しましょう。さあやっていきますか。伊豆上陸戦ですね。我ら水軍の役目。役目。この浜で揚陸し、小田原へと向かいましょう。向かいましょう。なんか水軍隊として今回はやっていく感じかな。高影がめっちゃ指揮してる。夜のうちに中央砦まで荷を運び込みましょう。めっちゃ。二打隊の進路を確保するため。なるほど。南砦を抑えます。北と南を抑えると。 OK、 なんか南北に分かれて進軍してるな。確かに。なんだ、敵か。敵か。敵だ。騒がれて他の砦に聞こえても面倒だ。早々に口を塞ぐぞ。口塞いだ。誠実に打ち取った。誠実さんと真書古書でいきます。今回は誠実コンビで。いや、暗いすぎ。暗いすぎ。どんだけ暗ってんねん。すぐにいい夢見させて。あげる。あげる。オッケー。いや待って、暗いすぎや。オッケー、失敗は許されんと。なんかまあ三成いつも通りあの調子やな。打ち取ったわ。いやー苦しい立ち上がりやな。先が思いやられるわ。だいぶダメージ食らったよ。回復なかった、やばかった。 OK、 そこで一旦物資を集積します。そうやな、二打兵と一緒に追ってもらおうか。魔女こそ敵か。野心とは卑怯なり。卑怯なり。これだからバカは困る。夜打ち朝掛けは兵法の常だ。その通りや。汗かいちゃったじゃない。中央砦じゃあ抑えとこうか。元地下で。むちゃむちゃ敵おるな。敵いすぎやろ。はいはい。誠実っつって響け。 OK。 さあ二打兵のね配送にはめちゃめちゃ注意しなあかんやつやな、この戦。今の俺たちは止められん。お、ナイス進軍して。え、詰め所これ倒してるやん。え、故障症何してんの。バリバリ置いていかれてるけど。伝わるぞ、暗骨の魂の鼓動が。暗骨の魂の鼓動がなんか伝わってるみたいやけど。敵多いな。これほんま二打兵とキキリじゃないととかなんか来たよ。マジか。ご少々中央砦で行っとってくれ。まずいんじゃないの。じゃあ行くよ。さあ次は行って。我らが船を開けると
本当に思いましたか？ナイス、次の一手で。さあ、助けてくれ。おまてか、ナイス。本当に引き込んで、引き込みに来たか、風魔か。急上昇中やな、風魔。やたら出てき、やたら出てくるから。どこでも現れる、この人。魂の歌、魂の歌、鎮魂歌を、魂の歌、魂の歌奏でて。まだおるんか、隠密頭が。 OK、 さあ、中央集結してるんじゃない、これは。してるよね。震えたぞ、その反骨の魂に。反骨の魂に震えたのはありがたいんやけど、とりあえず中央来てくれ。一人じゃちょっと厳しい。目的地はまだまだ先か。まだまだ先か。まだまだ先ですね。さあ、中央集結。二打兵、飛兵。お、次の一手で回復させれる。ここまで来ましたが、まだ気は抜けません。気は抜けんな。この砦の中で少しの間体を休めてください。体を休めてお願いします。さあ、二打兵の体力回復。ありがたい、ありがたい。これでもう一頑張りできるって。頑張ってください、もう一頑張り。道を七と変えてくれ。なんか来た、なんか来た剣について。これ同じとこ行っても意味ないな。こっちら辺行っとって、故障症は頼んだ。頼むで。しかし、南東の山を越えれば小田原へ抜けられます。抜けられます。ここは二手に分かれて向かいましょう。お、二手に分かれてね、オッケー。しっかりとね、二手に分かれて進軍していくのがこの戦は重要や。奪われるわけにはいきません。早急に制圧しましょう。早急に制圧しましょう。オッケー。すごいな、高影の指揮者ぶりが、指揮官ぶりか。鎮魂歌、ここに敵おるな。響け。なんか来た。我が敵はここか。我が敵は、なんか変なじいさん来た。めんどくさい、あいつは。行こう。貴様に送る鎮魂歌を。お前、絶対攻撃しようとしてるやん。させんぞ。させぬわ。よし、今だ。今だ。あの船を狙え。マジで？忙しすぎん、これ。ちょっと忙しいって。あれは、コロケ。船を破壊され。マジか。元地下でこっち行ってもらおうか。阻止しなくても。諦めろ。航路兵は故障症で行きます。安らかに眠る反骨の戦士たち。反骨の戦士たち、俺は生きる。お前たちの魂を胸に、魂を胸に。 OK、 よし、なんとか防ぎ切ったな。震撼しろ。かっこいい、はっけえんだよ、セリフは。戦場に散った魂、聞け。戦いと叫んでいる。魂の歌、魂の叫びに応えるために。魂の叫びすごいな。魂の叫び中や。これ同じとこいるのあれやな。ごめん、元近こっち来ちゃったから、故障所にあっち行かそう。同じとこ行くのはちょっと山まではあと少し微妙やろ。皆さん、ここが頑張りどころです。頑張りどころです。めちゃめちゃ敷居高い、めちゃめちゃ敷居高いですね。詰詳細を。さあ、強化エリアが復活して士気が上がってきた。警備の目も厳しくなります。なります。二打を運ぶにも一層注意しなければ。なるほど、なるほど。てか、ここ空いたんで、もうええや。さあ、次の一手。この一手は多分重要な気がする。山中城、足柄城、落城の剣が敵方に知れるよう計らいましょう。計らおう。落としたよ。確か、伊豆箱根越えっていう戦でな。剣城が早くも落ちただと。落ちたよ。剣城落としたよ。
我が巧妙となってもらう。わお、なんか来た。すごいとこ来たな。我が巧妙来たよ。ワンサカいますね、敵が。面白いっちゃ面白いんやけど、護衛、これ忙しいからな。かなり。戦術、戦術。き、え？言わんとこ。敵地はあそこか。安売りは良くない。む、む、む。物資を小田原には届けさせない。いや、お前ら近づくな。ねえ、無視？後ろ。おい、おい、おい。魂の歌無視すんな。聞け。きっと援軍は続々来てるんでしょうね。早く抜けないと。いきなり大ピンチなってんけど、嘘やろ。もう最悪。めっちゃ順調やったのに。え、めちゃめちゃ良かったんやな、かなり。ほらな、ミダヘイ。魂の歌聞いてや。嘘やろ。魂の歌聞いてくれない件について、早川殿興味なかったか。ちょっと待って。これ。いや。ミダヘイ絶対守る。もう、一人ピンチになってもた。くそ、めっちゃ良かったんやな、今回。急いでください。魂の歌が大誤算やったわ。魂の歌聞いてくれると思ったんだけど。あと一人なんかないしょ。ないしょ。お前、大丈夫？あと一人。あいつら三人は、まあ大丈夫やろ。戦術、戦術。なんかこっちばかってたんやね。使っとくか。消えて。不幸になるのよ。元地か、お前の方が苦戦か。大丈夫か。戦場と俺の血を刻み込んでやる。刻み込んでやる。もうこれはクリアっすね。クリアは確定やけど、ちょっと不本意な結果やな、個人的にな。ちょっといけると思ってんけどな。まあ仕方ない。まあ戦には勝利したからね。まあよしとしよう。勝つことが全てやから。我らのお役目。OK。どうやら果たせそうですね。将、兵も民、北条の魂を持っている。次なる関東の主は苦労するだろう。誠実に。小田原ってどんなところかしら。ちょうど花の季節じゃない。みなご苦労。俺は次の戦場に出向く。この後も怠りなく務めよう。はい、というわけでね、今回は、小田原征伐の副戦場にあたる伊豆上陸戦やっていきました。まあ、続きはね、次回の動画になるので、よかったらですね、チャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ナタでした。さよなら。バイバイ。